ありがとうございます。元ラグビー王、アジアパシフィックスーパーラグビーチャンピオン、ケイジどう見てもおかしいからね、今のシステムともう昔のまんまっすよ。自分せいなんぶつぶつなあんなんねん、しょうがない。自分で工業し、自分でやって、自分で勉強し、自分でジムやって、自分で取ったやつは誰もいないですよ、うん、海外行って思ったことは自由やなというのはものすごく感じましたね。プロ野球があって、J リーグがあって、一番やっぱりそういう意味での組織改革遅れてるのがボクシングかと思うから。謝罪して、協会に、会長にな、自分の言うの分かっとっても頭さりぐらいの努力なかったらダメよ。それは自分は正しい正しい言うとったらダメだよ。そこが筋や道や。おかしいなって思うのを直しだけなんですけど、一刻も早く脱出したいですけど、こっからこの体勢から無理っすわ俺は俺やから。ラストチャンスでしょ。これに負けても終わりだから、もうラストにかける思いですよ、まあ、それだけです。あ、でもこれがほんまプロボクサーですよ、ほんま